後崎チャンネル。ちょっ、こんにちは。今日はですね、はい、まあ、前回も取り上げましたけども、うん、聖霊クリストファー落選問題、はい、続編でございます、はい。まあ、今回はですね、日刊スポーツの評論にも、はい、もう出てるんでね、はい、ネット記事も出てると思うんで、うん、そちらもねぜひチェックしてもらいたいんですけども、はい、まあいろんなところでね、うん、問題になってですね、うん、毎日新聞主催で、まあ、高野連の方もこれで幕引きみたいなね、うん、形でもう現選ばれた選手たち、まあ、チームたちでね、野球部の選手たちだけでのもう決まりっていうところでね、まあ、落ち着きつつあるんですけど、はい、これじゃダメでしょっていう、ところでね、はい、で取り出されてて、はい、でまあ、国会でもね、うん、文科省、はい、文部科学省大臣が頑張ってきた子どもたちに説明してあげてほしいと、うん、同じ説明であってもきちんと説明してほしいと、うん、抗議力を公表されないと聞いたが必要かなと思いますっていう、はい、だからどういうね、中身でどういうふうに決まってどういうふうに、まあ、大垣日大に決まったかっていうところを説明する必要があるっていうところをね、うん、文部科学省の、ね、大臣も言ってますけども、はい、うん、まあでもその公表ではね、議事録は公表しませんって言ってるんですけど、ね、はい、高野連側は説明はもうこれ以上は差し控えたいって言ってもう幕引きを図ってる感じなんですよね、うん、そうなんですよ。でなった時に、うん、ここで俺がね、はい、一番訴えかけたいのは、はい、今一番プレッシャーを感じてるのは、はい、大垣日大の選手たちと関係者なんだ、はい、そうでしょうね。これでよ、うん、万が一、はい、1回戦で負けるようなことがあったらよ、うん、アンチがえぐくなるのよ。そうですね、まあ、実力に増して選んでなんで1回戦で負けたんやみたいな感じ、選考基準間違ってたんじゃないのかっていう声がさらに大きくなるじゃんね、うんうん、はい、だからその今一番ケアしなきゃいけない、まあ、もちろん聖霊クリストファーの学校にもケアしなきゃいけないけども、うん、大垣日大の選手たちに違う刃が向くのが一番怖いのよ。そうです、選考の中でも大垣日大は俺らを選んでくださいって言ってるわけじゃなくて、うん、選ばれたわけで、うん、彼らは何も悪くないわけですよね、うん、そうそうそう、うん、でその時にやっぱ負けたら困るとかね、うん、いろんな重圧とプレッシャーの中、うん、異様な雰囲気で戦わなきゃいけない状況になってるっていうことも理解してほしいの。だって試合もかなり注目されるでしょうね、うん、めっちゃ注目されると思うのね、うん、でもどんなね大阪大会、ね、はい、夏でもね大阪大会優勝して東京大会優勝して、うん、強豪校を倒して勝ったところがね1回戦で負けることだってあるじゃん。あります、ね、うん、でただでさえ難しい甲子園っていう中でよ、うん、そういう変なプレッシャーとか、うん、変なその関係っていうのをチームに与えるのが一番選手たちが不幸になるのよ、うん、だからもう最後ね選ばれて甲子園始まりますってなった時には、うん、ノーサイドじゃないけどもいろんな思いがあるとしても、うん、大垣日大がそれは準決勝決勝まで進めばいいかもわかんないけど万が一ね予期せぬことが起きたとしても、うん、何もその結果とか選考にまた振り出しに戻ったりして、うん、刃を向けることは一番やっちゃいけないことなの。そうですね、うん、だからそこら辺は本当にね、野球好きな方も好きじゃない方も、うん、興味ある方も興味ない方もそういうことだけは絶対に避けてほしいっていうね。で大垣日大の、ね、選手たちには思い切ってね、うん、それはもう全力でやって負けることだってあるんだから、うん、何も気にしないで選ばれたからにはね、うん、思い切って頑張ってほしいっていうところはちょっと釘を刺して言っときたいなっていうところで、まあ、評論として日刊スポーツでは出したんだけども、うん、はい、やっぱり大垣日大の選手も出られることはすごい嬉しいと思うんですよ、うんうん、嬉しいけどでも今の状況って素直に喜んで望めない、うんうん、今状況にはなってますよね、うんうん、そうそうそう、うん、でしかも万が一負けたらね、うん、そこが絶対飛んでくるから、うん、そういったところだけは避けてほしいっていうところと、うん、そういったところも避けて、うん、そこ同じ状況にあったのがアトランタオリンピックの有森裕子さんと松野明美さんの問題だと思う、はい、その選考レースでは松野さん勝ったんだよね、はい、で優勝してで有森さんはその今までの実績を考慮して、はい、で釣ったもんだって有森さん出たんだけど、はい、すごいこの心境の中で多分戦ったと思うんだよ。そうです、ね、で結果メダル取ったから、はい、よかったで終わったけども、うん、あれもしメダル逃したら何言われてるか分かんない心情で本人もあったっていう中で、うん、頑張れたからよかったけどね、うん、同じ状況になるとよ、はい、今回がね、うん、だからそこら辺は避けてもらいたいっていうところとやっぱこれをね本当に丸く収めるのは、はい、もう一つしかないと俺は思ってるんだよ、はい、で文科大臣がそうやってね、うん、議事録を公表した方がいいとかね、うん、いろんなコメント出すけども、はい、俺はそんな何をやってるかまでそこまで分かんないから浅はかなこと言うかも分かんないけど、はい、俺は一番ここで出ていかなきゃいけないのが、うん、スポーツ庁ちゃうかっていう。おー、
そのスポーツ庁がね、はい、俺も勉強不足だしあんまりよく分かってないから、はい、どこまで立ち入ってどこまで何をして何をする団体か正直よく分かってないけども、はい、文科省の直系の同じグループにスポーツ庁があるわけよね。あれ鈴木大地長官が初代で、はい、今は室伏さんが2代目になってて、はい、でこう冬のオリンピックも、うん、もう終わったわけじゃんね、はい、ってなった時に、うん、その多分高野連も、うん、毎日新聞も、うん、やっぱりそのルールを曲げてまで、はい、プラス1は多分できないと思うのよ、うん、そういう前例を作っちゃうと、はい、今後何か起きた時にまたそういうのを言われて、うん、常に選考に文句言われながらやらなきゃいけないじゃんね、はい、でコメント欄にも多くあったけど、うん、その選抜っていうのは招待試合だから、うん、結果が良くても出れないんで分かってないのっていうコメントあったけども、はい、いやそれ分かってるけどもじゃあ招待試合だからって言って、うん、静岡県の1回戦で負けた高校が招待しますって言って甲子園出れるわけじゃないじゃんね、うん、そうですね、やっぱある一定のところをやっぱクリアしていかなきゃいけないところと、うん、まあそうやって言いながらも優勝したところは絶対出れるじゃんね、はい、だからまあ予選じゃないけども予選っていう見方は多くの人が思ってるところじゃんね。やっぱ納得できる条件というかその理由が欲しいですよね、うん、そう、うん、ってなった時によ、はい、自分たちでこのルールを変えると今後またいざこざ起きるから多分このままで幕域を図っていきたいわけじゃんね、はい、ってなった時に俺はここの時にスポーツ庁が仲裁するのが一番いいんちゃうかと思ってるわけよ、はい、でその高野連側も今回はその文科省スポーツ庁が言ってきたから、うん、まあそこは渋々でもあるけどもじゃあプラスワンにしますって言って、うん、補欠校1位だから聖霊クリストファーをプラスワンで今回だけは特例で認めるのが大垣日大を救うことにもなるし、ね、聖霊クリストファーを救うことにもなるし、うん、であとはスポーツ庁っていうところが間に入ったことによってじゃあ今回はっていう形で特別として認めることによって高野連とかその主催側のメンツも守れるだろうし、うん、後々に響かないってことを考えれば、うん、ここで一番やっぱ立たなきゃいけないのはスポーツ庁ちゃうかっていう。ああそうですね。でもこれで本当に聖霊クリストファーも特別枠として出たら本当にその大金時代の選手たちのプレッシャーとかそう、ね、もうそうそうそうどこからもね、うん、なくなるし、日本もなくなるかもしれないし、そうじゃないと、うん、このね大金時代もやっぱプレッシャーを感じて異様な雰囲気の中でやらなきゃいけないっていうところで、うん、甲子園にいいイメージを持たないまま終わってしまう可能性があるのよ。そうですね、今どんな気持ちでこう臨むんだろうって考えたらやっぱちょっとその大垣日大の選手たちがかわいそうな思いでしょうね。だからね、そういう、まあ、もちろん勝負もあるけども、うん、教育っていう部分をやっぱり一番に考えるんだったらそういったところも教育していかなきゃいけないわけじゃん、うん、だから俺はここはやっぱスポーツ庁が先頭に立ってこういったところの問題を解決する一歩を踏み出してもらいたいなって個人的には思うよね。そうですね、今のこの高野連がまあ説明はもうこれ以上しませんっていうのだと、うん、なんかみんなこうちょっともやっというのが、うん、まあそうだね、残ってこれで終わりなのっていう感じはね、うん、してしまいますよね。でもそこにはやっぱりそのね特例をやっぱ自分たちで作りたくないっていうのがあると思うんだよね、うん、ああそうですか。だって来年以降も絶対そういう問題起きたらじゃあもうここもじゃあプラスで入れますっていうのを毎年やらなきゃいけないから、うん、こういった事例を作りたくないんだよね、うん。でここまで来てじゃあ大垣日大果たして聖霊クリストファーにしますも問題あるじゃん。そうですね、うん、それはもうちょっと大垣日大もかわいそうです。そうそうそう、だから自分たちでやっぱりやっちゃうと、うん、来年以降ももうそれが当たり前になっちゃうから、うん、多分それを多分絶対したくないんだよ、うん、そうか。だから今回特別にスポーツ庁が出てくるっていう、そうそう、スポーツ庁が出てくるっていうことで、うん、そのメンツも守りながら、うん、今回だけ特別ですよっていう、でもそんなスポーツ庁がすぐ動くわけじゃないですよっていうところも、うん、このスポーツ庁が出てくるこの間に入るっていうことが、うん、まあ、お互いのメンツを守ることにもなるから、うん、この国会でもね取り上げられてるってことは、はい、まあ、そこまでに値するんじゃないのかっていうね、うん、でそういったところが仲裁したりとか中に入るのもスポーツ庁の俺は役割なんちゃうかっていうね、うん、ところを強く感じるんで、はい、まあなんとかね、あの一番いい形でこの選抜を迎えられてね、その思い切ってね、うん、プレーをできる環境を周りがしっかり作って、うん、その結果に対しては周りもねよく頑張ったでね、はい、拍手を送れるような風に俺はやってもらいたいなっていうところで、まあ、日刊スポーツのコラムに書いたんだけども、はい、まあ、そこにね目を行き届かない人たちのために今日は動画で上げてね、うん、言ってきましたけど、まあ、なんとかね、はい、みんなが幸せになる方法を ね、まあ、ちょっと考えてもらいたいなと思いますよね。うまくねまとまるといいですよね。そうですね、はい。